これね、どこのやと思いますって結構ね、なんかクイズのようにいつも僕言いますけど、このシャツどこのか分かります？多分知ってる人多いと思うんですけど、意外なブランドですよ。どこのブランドか分かるか、これ多分これだけじゃ絶対分からんな。あのブランドロゴ書いてないからね、全く、うん、だから絶対分からへんと思う。てか俺痩せたっしょナイキのスニーカーは主張が強いものが多いので、ファッションとして合わせるには強すぎる気がします。あーまあ確かに物によるけどね、うん、物によるけど、あのスウッシュがね、ついてる時点でなんかもう主張が強いっていう風に思っちゃうところあるかもしれないね、うん、確かにそれは言えてるね。スニーカーのコレクションこっちの方にずらっと並んでますけども、これもねやっぱりもうナイキのやつ主張が強いのが多いですね。確かにパッと見でナイキって分かるやつ多いですね。うん、まあね、あのナイキのロゴが強いんでしょうね。おそらくナイキのスウッシュが強いんだと思いますよ。どうしてもやっぱりもうスウッシュに関してはあれがついてるから、そのいいものとかかっこいいものとかっていう権威として買う人は絶対いると思うんですよね。ナイキ以外のスニーカーのブランドでもね、あの主張の強いところっていうのはありますよね。やっぱね、例えばね、まあ、アディダス、ジェレミー・スコットとか、うん、そうですし、リボック、ポンプ・フューリーとかね、うん、あんなんとかもそうなんですけれども、まあでもやっぱりそのロゴの主張が強い。一番やっぱりもうナイキってわかるっていうか、うん、なんかその、うん、ナイキデッセ感、うん、これ履いてますセ感っていうのはやっぱり数種によって出てしまうなっていうのはありますね。うん、それがしかも最近のモデルで、あのダンクとか、うん、AJ1 とかみたいな感じの、その、誰もが上がるね、シリーズ、人気シリーズっていうんであればね、余計ね、やっぱり目立つところあると思いますね。だから、前もその、ケントの話した時に、ゾロ目ナンバーの車やったら、車がかっこよくてもゾロ目が目立っちゃうから、うん、おしゃれっていう風に見えへんとか、かっこいいっていう風に見えるっていうよりは、ちょっといかついとか、すげえだろうっていう威嚇の方の主張が強いみたいな思っちゃうのと近くてっていうね。うん。ナイキもそういうとこあるかもしれないですね。もしかしたら、今のね、時代、その、スニーカーこんだけね、流行ってたら、あるかもしれないですね。うん。よりカジュアルで、ストリートっぽすぎないものの方が、やっぱりおしゃれっていう評価はされやすいかなと思いますね。うん。だから、ナイキはどっちかというとストリートよりいいでしょ、ゴリゴリ。だから、デイリーユーズで使うにしても、おそらくね、そういう、その、免れへんナイキ感っていうのはあると思いますね。うん。なんていうかな、大手レコードレーベルみたいな感じ。うん、そこの色ってあるじゃないですか。めっちゃでかくて売れまくってんねんけど、ここのレコード会社ってあれでしょ、結構ポップ路線でしょとかアイドル路線でしょとか、そこのレーベルから出てるから、うん、なんか本格的なアーティストとかやったり、靴でいうとデザインねやったりとかしても、あ、ナイキから出てんのかっていうので、ちょっとだけハイプに感じてまうというか、うん、なんかミーハーっぽく感じてまうとかっていうところあるかもしれないですね。でもやっぱりね、そういうのってね、どうしても出てきてしまうんですけど、僕いつも思うんですけどね、スニーカーに罪ないんですよね。流行ってしまったからといって、そのスニーカー自体が悪いわけではなくてね、気に入ったのであれば全然その周りがどう思おうが、ね、うん、全然いいと思うんですよね、履いて。だけど、その中でね、ファッション的に見るとか、うん、なんかブランドイメージっていうところで見るんであれば、やっぱりちょっと主張が強いって感じてしまう部分はね、わかりますね。まあデザインも確かにね、結構あの奇抜なものというか、チャレンジしてるものは多いと思いますね。僕は主にね、それはね、ナイキは宿命としてやっぱりもうスニーカー界のトップじゃないですか、どう考えても。スポーツシューズ界の、うん、ストリートファッション的にもやっぱりナイキのスニーカーっていうのが、まあそういう、スポーツブランドの中ではね、一番もう上の知名度なわけじゃないですか。ミーハー的な部分っていうのはナイキはもう あると思います。免れへんと思うんですけど、革命をずっと起こしていくあのブランドであってほしいなっていうのはありますね。エアフォースワンしかり、ダンクしかり、ジョーダンもそうやけど、エアマックスもそうですよね、とかあるし、まあ、ハラチもあるし、で、エアリフトもあるし、ベイパーマックスでしょ、エアモックとかもあるし、めちゃくちゃありますよね。うん、だからそういうことをやってきたからこそね、うん、まあ、ミーハーなブランドやけど、主張強い、スニーカーをたくさん出すけど、でもまあ、なんかね、可能性を広げてくれてるっていう見方するとすごくね、チャレンジングで、僕は好きやなと思いますね、ナイキのイケイケの姿勢。うん、嫌われつつもね、うん、ほんまにいろいろ問題あるブランドやと思うんですよ、正直。でもどのブランドもね、ちょっとした問題は絶対抱えてると思うんでね、うん、ちょっとまあその問題に関してはね、目をつぶれるとこはつぶってというか、つぶるべきじゃないとこもあるかもしらんけど、まあでもやっぱりね、人間と一緒で、ね、一人の人間と一緒で、いいところばっかりで全員に好かれる人間なんていないじゃないですか。
だからナイキも、いいところ悪いところの振り幅があるだけであってね、なんかいい製品はほんまにいい製品で作っとるというところやと思うんでね、だからちょっとしたそのイメージだけであんまりくくってしまうのもねもったいないなっていうぐらいの、ブランドやと思うんで、これからも僕は買うやなと思うし、まあ、他のブランドやけどナイキだけじゃないけどね、ナイキも、僕はね本当にずっと、そうですね、新作はチェックし続けるんやろうなと思いますね、みんな分かった、これ答え言ってくれてる人いるかな、あ、H&M って言ってる人いるね、ちゃうんですよねこれね、僕今日着てるやつはこれね実はオーシャンパシフィックなんですよ、みんな知ってますよね多分 OP って書いてるあのサーフブランド、昔よギャローとか着てたやつね、田舎のヤンキーとかそこのオーシャンパシフィックのやつです、こういうなんか昔のサーフブランドのやつの昔出てたやつのデザインとかってすごく良くてね、しかもね古着屋とかで安くで買えるんですよ、これも多分2000円ぐらいやったんちゃうかな、と思うんですけど、ぐらいで買えるんでね、すごくねシャツはもう古着がやっぱりかっこいいと思います、